朗読アラモードのカイと南です今回お送りしますのは矢ダツセ作神楽坂です一代で罪を成したイノスをめぐる四人の女性のお話ですイノスの本妻とその女中若い女性とその母それぞれの思惑が細やかに描かれています では、早速お話を始めましょう。矢田つせこ作、かぐら坂、一。夕飯を済ませておいて、まぶちのじいさんはうちを出た。 いつものよわりげなせかせかした足取りが通り寺町の路地を抜け出て神楽坂通りへかかる頃にはだいぶのろくなっているどうやらここいらへんまで来ればくつろいだ気分が出てきてこれがうちを出るときからの妙に気づまりな思いを少しずつ払いのけてくれるじいさんは帯に差し込んでやった扇子をとって 片手で一重の襟をちょいとつまんで歩きながら、懐へ大きく風を入れている。こうすると、襟元の緩みで、猫背のつんでた首のあたりが、まるで抜きえもんでもしているように見える。魚町の電車通りを突っ切って、まっすぐに歩いていく。じいさんの頭からは、もうこだわりが影を潜めている。 何かしら、ゆったりとした余裕のある心持ちである。火が入ったばかりの明るい店並みへ目をやったり、顔なじみの小沢の番頭へ絵くをくれたりする。それから、行き合う人の顔を眺めて、何の気もなしに、その後ろ姿を振り返ってみたりする。微写紋の前を通るとき、じいさんは扇子の手を止めて、 ちょっと頭をこごめた。そして、たもとへ入れた手で懐中を探って、財布を確かめながら、若宮町の横丁へと折れていく。軒を並べた待合の中には、今どき子女が、角口へ持ち出した火鉢の灰をふるうているのがある。吸い残しのたばこが、灰の塊と一緒に、惜しげもなくうっちゃられるのを見て、 じいさんは心底からもったいないなあという顔をしている。そんなことに気を取られていると、すれ違いになった数儀に危うくぶつかりそうになった。笑いながらぽっくりの鈴を鳴らして小走り出していく後ろ姿を振り返って見ていたじいさんは、思い出したように扇子を動かして、なんとなくいい気分で、 タバコ屋の角から袋町の方へ登っていく。静かな家並みに挟まれた坂を登り詰めて、袋町の通りへ出たところに、最近改築になった鶴の湯というのがある。その向こう隣の緑屋と小さな看板の出た小間物屋へ、じいさんは、ごめんよ、と声をかけて入った。 店で女客相手の立ち話をしていた五十格好の小太りの女将さんが元いを持ったなりで飛んで出て、おやまあ旦那、お久しゅうございます。と、ねずかの子の手柄をかけた曲げの頭を下げた。お初はちょいとおぶうへ行ってますんで、じきに戻りますから。女将さんはじいさんがずっと面倒を見ている。 はしご段のところまでじいさんを送っておいて店へ引き返した六畳二間の続きになっている2階の仕切りにはすだれ屏風が立ててあるそれへなでしこ模様のからちりめんの毛出しがかけてあったじいさんは脱いだろはおりを袖畳にしてこの毛出しの上へかけてから 窓枠へ腰を下ろして、ゆっくりと白旅を脱ぎにかかった。そこへおっかさんがおしぼりを持って上がってきた。さっきもね、お初と話していましたよ。今日で丸い日もおいでがないのだから、こりゃあ何か変わったことでもあるのかしら。明日にでも、魚達さんに頼んで様子を聞いてもらいましょう、なんてね、お案じ申していたところでしたよ。 うおたつというのは、まぶちのうちへもときたまごようを聞きに行く、北町の魚屋である。なにね、この二三日、ちょいと忙しかったもんで。それにうちのかみさんがね、どうも思わしくないのでね。じいさんはおしぼりを広げて、気の済むまで、顔から首のあたりをなでまわすと、それをたずなにしぼって、一本に引き伸ばしたのを、 はすかいにせなかへわたして、せんとうのながしばにでもいるときのように、はのあいだからしーしーといいながらこすっている。おかみさんがねえ、まあそんなにおわるいんですか。となりのたんすからのりのついたゆかたびらをだしてきたおっかさんはいつまでもはだかでいるじいさんのせなかへそれをきせかけた。 何にしろ長いからなあ、随分弱っているのさ。クラチさんの見立てじゃ、この冬までは持つまいって話だ。そりゃあ旦那もご心配なこっですね。おっかさんは、じいさんの脱ぎ捨てた勇気の一柄を畳み止めて、いかにも気の毒そうな面をあげた。けれどその表情には、なんとなく、 今の言葉とはちぐはぐな、取り繕った感じがある。茶卓の前へあぐらでくつろいだじいさんを見て、旦那、お夕飯はとおっかさんが聞いた。じいさんは、大概うちで飯を済ますことにしている。住んでいないといえば、小鉢物のような突き出しでさえ、しだし屋から取り付けているここのうちでは、 月末にそれだけを別口の月にして請求してくる。目指しに茶漬けで結構間に合うところを何も刺身でバカ太りをするにも当たるまい。と、じいさんは一人で勝手な理屈をつけて、その実は、けのかさんでくるのが怖さにめったに小宅では午前を食べることをしない。いや、茶の熱いやつをもらいましょう。はいね。 と気軽に受けて、おっかさんがはしご団を折りかけたところへ、お初のらしい小刻みな日和の音が店のたたきへ入ってきた。お帰りかい、旦那がお待ちなんだよ。それだけを地声で言うて、あとははしご団の下でおっかさんが何やら内緒話を聞かせているらしい。まあだの、そうだのと、 恋を殺したお初の合図が二階まで聞こえてくる。やがて、湯道具の入った小籠を左手に抱え、右手に丸い金魚鉢を持ったお初が、あーら父さん、しばらく、と、登りきらないうちから声をかけてきた。馬鹿にゆっくりだったじゃないか。腕をまくり上げて、じいさんは応用にうちわを使っている。 い,いえね、おぶーはとっくに住んだのですけど、ちょうど表を金魚屋が通ったものですから、ぐずぐずしてしまって。どうおうさん、綺麗でしょお初は,は立ったなり、金魚鉢をおじいさんの目の高さにつるした。つまらんものをこうてきて、無駄遣いをしちゃいかんぜ。じいさんはお初の手から金魚鉢を取って、 窓枠へ置いた。黄色の長い尾びれをゆさゆさ動かして、二匹の金魚が狭い鉢の中を、ガラスにぶつかっては後戻りをする泳ぎを繰り返している。無駄遣いどころか、このごろは神ゆいさんへ行くのだって、四日に一度の倹約ぶりよ。ねえ、父さん、こないだからおいでを待っていたんですけど、 博多を一本買うていただきたいわ。金魚を見ていたじいさんの目が、兄弟を引き寄せて、派手な愛しぼりの浴衣びらの襟元を広げて、ボタンはけを使っているお初の方へと移っていった。またおねだりかい。こう口先だけはたしなめるように言うても、目は笑って、お初の ぼってりとして胸元の汗ばんだ肌絵をこっそりと楽しんでいる。ねえ、父さん、いいでしょうお宝いただかせてよ。お初は,は瓶へ串を入れながら鏡の中のじいさんを覗き込んでいる。なんだ、銭かいまあ、帰り品でもいいやな。いいえ、父さんは忘れっぽいから。 今すぐでなければ嫌よ。髪を直し終わったお初は,は、ちり紙で櫛をふきながら、じいさんを見て功績立てた。おはつがこんなにせっつく金をせびるには、子供の頃、おっかさんに欲しいものをおねだりした時の癖が出てきているのである。その頃おっかさんは、向こう島の町合、 大村というのに中井を務めていて、お初を花川戸の親類の家に預けておいた。観音様へ月参りをしていたので、その度花川戸へ寄って、お初を連れ出してはお参りを済ませて、中せをぶらつくのが習わしになっている。中店にはお初の欲しいものがたくさんある。 ぞうし屋の前にしゃがんで動かないこともある。対象ごとに聞き惚れている人だかりへ紛れ込んで、おっかさんを見失ったこともある。なんか肯定う,うとねだれば、決まり文句のように、また後でね、となだめられる。その後でお当てにして、次のお参りにさっそくねだると、約束をけどりと忘れたおっかさんは、また後でね、 となだめるように言うのである。そこでおはつはしつっこくねだるようになる。人形屋の前でおっかさんのたもとへしがみついて離れないようになる。これにはおっかさんも呆れたように笑って、しぶりながらも帯の間から正比の小さなガム口を出して人形をこうてくれるのである。 はじめのうちは言い出しにくかったじいさんへの無心も、いつの間にか子供の頃の習わしで容易になり、じいさんの方でもつい負けて出してしまうという具合である。じいさんにもらった札を帯の間へ挟んで、兄弟の前を立ったお初は、は,はしご段のところまで行って、おっかさん、お茶はまだですかと呼ばわった。 その声に釣られたように、おっかさんが茶碗へ卵せんべいの入った鉢と茶道具を乗せて上がってきた。どうぞ、ごゆるりっと。敷居のところへ片手をついてこう辞儀をすると、はしご団のおりくしのかみをぴったりと締めて下がった。おっかさんの物腰には、大村の仲居をしていた頃のしきたりが抜けない。 お初たちが茶飲み話をしているうちに、よく隣の前夜のものを述べることがある。それをお初が向きになって止めたりすれば、下せない顔つきで、どうせ遊んでいるんだのに、と言うて、手持ちぶさたげにしぶしぶと下がっていく。母の卒のなさを見せられるたびに、お初は,は自分を恥じて顔をあからめる。 おっ家さんは自分を何だと思っているんだろう。恥の中でこんな腹立たしい気持ちにもなる。母の取り扱いを見ていると、自分はまるで安町愛へ呼ばれた水天芸者という案外である。お初には母の卒のなさがどうにも我慢がならない。そのくせ面と向かっては、 愚痴一つ言えぬおはつなのだ。六つの年から母の手一つで育て上げられた。その恩義というのを母自身の口からやかましく聞かされてきたおはつにとっては何かにつけてこの恩義がしがらみになっている。これをつくづくと邪魔だなあと思う時があってもおはつには自分から取り除けるということができない。 そこで仕方なく我慢して、大抵のことはおっかさんのなすがままに任せている。しかし、夜のものの世話までされるのは、お初には何としても承知ができないのだ。子供の頃、何かの用事で大村へおっかさんを訪ねていくと、勝手口へ出てくるお倉ばあさんというのが、お金さん、お前さんとこのジャベ子が来たよ。 と奥へ声をかける。妙なことを言うばあさんだと別に気にもかけずにいたが、ある時その訳をおっかさんに聞かされてからは、ばあさんを見るのが嫌でならない。東北生まれのばあさんは、女の子をこんな風に呼び慣れているそうである。呼ばれるたびに、お初は身内がむずかゆいような、熱っぽいイライラした気分になる。 ちょうどそれによく似た嫌な気分を、お初はおっかさんに感じるのである。そうとも知らないおっかさんは、お初はまあ、気兼ねなどしてさ、などと独り言を言うて、もみ手をしながら降りていく。そして、はしご段の下で、癖の二階の気配に耳を澄ますような格好をしてから、見せ続きになっている四畳半の、 火のけのない長火鉢の前へつくねんと座って通りの方を眺めているのが例になっている今もそんな風に通りを見ていたおっかさんはあくびをしながら柱にかかっていた孫の手を外して丸めた背中へ差し込んで心地よさそうに目をつむって書いている二。 マブチの爺さんが小宅を出たのは、十一時が打ってからであった。ビサモン前の屋台寿司で、トロを二つ三つつまんで、それで結構散財した気持ちになって、夜店を冷やかしながら帰っていく。電車通りを越えてすぐの、左手の家具屋の路地を曲がると、虎丸道休場というのがある。この前まで来ると、 じいさんは何とはなしに心の緊張を覚えるのが常である。手に持った扇子を帯へ差し込み、襟元の緩んだ脳を直したりする。それから懐へたたんで入れておいた手ぬぐいで顔をひとなですることを忘れない。つまりじいさんがためには、虎丸同級上のこの明るい見当は、脱いでおいた いつものお面をかぶる合図ともなっているのだ。小半町ばかり歩いたところにうちがある。格子を開けると足の悪い女中の種が出迎えた。びっこをひきひきじいさんの後からついてきて脱ぎ捨てた羽織や足袋の類を片づける。じいさんはちょっとの間機嫌の悪い顔つきでむっつりと黙り込んでいる。 よく仕事の上での訪問疲れで戻った時など、じいさんはこんな顔をするのである。どうも、バカにむすねえ。びらに着替えたじいさんは、うちわを使いながら、かみさんの病室にあてた奥の六畳へ入っていく。休んでいるとばかり思った病人は、床の上に座って、 薄暗い電球を低く下ろして針仕事をしているお疲れさまでした針の手を休めてかみさんが静かに顔を上げたじいさんが外から戻った時のいつもの挨拶であるものを言うた表紙にせき込んで袖口を口へ当てたままでいる 明かりの加減か、長年の病床生活の衰えが、今夜は際立って見える。下まぶたのたるみが増して、なすび色のシみが骨高い方のあたりに目立っている。咳をするたびに、これが赤まむ。仕事なぞ、せんでもいいに。じいさんは、優しい。 たしなめるような調子で言った。それがね、あなた。遊んでばかりいると、この指先が痛んでしょうがないんですよ。こうやって、まあ、お針を動かしていると、どうやら痛みも止まったようです。咳の収まったところで、かみさんはこう言った。そして、油っ気のないカサカサした指から、 静かに指抜きを外しながら、私の手はもうおねっからな働き者と見えますね。と言うて力のない笑いようをした。そうさなあ。俺だって半日もそろばんを使わないでいれば、妙にこの手が退屈するものなあ。稼ぐに追いつく貧乏なしってな。 昔の人はうまいことを言うたもんさ。じいさんはこのことわざが今の場合当てはまっているとは思わないが、どうも他にうまいことも思いつかないので、これをちょっとの間に合わせにした。じいさんがわたせん、うごの名だたる氷菓子のわたなべせんぞうの手代をしていた頃、大番頭の丸尾さんというのが、 大層主人の気に入りで、下の者にも受けが良い。下の者が何かの粗相をした時などは、頭ごなしに怒鳴りつけるようなことをせず、一度お揃うて御前をいただいているおりなどに、ことわざを交えたりして、それとなく意見をされる。ごまごまと言われたことは忘れても、そのおりよりのことわざだけが妙に残る。 まぶちはいつもこれに感心していた。そして、まるおさんを習う心が、いつの間にかじいさんのうちには根になっていて、その頃から頭に残っている二つ三つを何かと言うて使ってみたいのである。じいさんはかみさんに通った。何を縫うているんだい。 小村さんから届いていた合わせがあまり遅れていますのでね。なあに合わせには当分間があるんだし、そんなに詰めてしちゃ体に触らうな。うちわの風をじいさんは優しくかみさんの方へ送った。小村さんというのはすぐ裏手のまぶちの持ち家に入っているごけさんで、これがお針の師匠をするから、 ご近所の賃仕事を引き受けている。そのうちの二三枚を、まぶちのかみさんが分けてもらって、小遣い銭のたしまいにしていった。若い頃、賃仕事に追われがちだったかみさんの指先が、今もそのしきたりから、お針が離せないのである。何もよそのお仕事までなさらずとも、よいご身分ですのに、と、 時たま裏のご家さんが探るように言うたりすれば、神さんは愛想笑いを見せながら、ほんの退屈しのぎでございますよ、というのがお決まりになっている。しかし、心の中では、こんな手だってあなた、動かしていさえすればお宝になりますもの、遊ばせておいたのではつまりませんからね、とこんなことを言うている。 ねが始末屋のじいさんには、かみさんのここんところが大いに気に入っている。お初などには真似のできるこっちゃない。なんと言うてもうちのかみさんだわい。こう満足したじいさんの心が、今もうちわを持つて働いて、ついかみさんをあおいでやることになったのである。枕元に置いてある、 イノシシをかたどったかやりのかわら家から青い煙のたいだいになっているのを見て、かみさんが種を読んだ。いやあ、もう遅いから休むとしよう。じいさんはこう言ってかやりの土器を引き寄せて、渦のまま灰になっている分を払い落として、残った小さいのにホタルのような火のついているのを、あっちちちと言いながら、 指の腹でもみ消している。無駄事の嫌いなじいさんは、こうしておけば気が生成するのだ。それでは、おやすみといたしましょう。と、かみさんは、そこへ来た種の手を借りて、蝶図へ立った。廊下を軽く咳込みながら、ゆるゆると歩んでいく後ろ姿が、どこやら影が薄い。 じいさんはそれを見送りながら、かみさんも長いことはないなあ。」と不憫になってきた。一生一度の思い出に、紋付きの羽織を着て、髪型見物に行ってみたいと、口癖のように言うていたが、それを果たしてやらなかった自分が、少々後ろめたい気もする。だがまあ、 お弔いにいくらか金をかけてやれば、それで気が済むというものだ。じいさんは背中へうちわの手を回して、パタパタとやかましく顔を追い払った。蝶図から戻ってきたかみさんが、思い出したようにじいさんを見ていった。そうそう、あなたのお出かけの後へ、やっさんがお見えになりましてね。 山吹町通りへから物店を出しているじいさんの弟の安三郎のことである。ふーん、なんで安がまた来たんだい。じいさんは気のなさそうな顔で通った。安さんの来たのをあまり喜ばないようである。ひちさんのことをお話しなさってでした。 枕のところの小さいつげの櫛を取って、かみさんは薄い髪を溶かしている。その目がうかがうように、ちらとじいさんを見た。やすさんの次男坊で、商業の二年生になる多七を、まぶち家の養子にしてはくれまいかと、この頃では当のやすさんがそれを頼みに、何べんか足を運んでいる。 後取りがいないでは寂しかろうと、神さんをそそのかし、どうせ養子を取るなら、血のつながっているものの方が親身になれるからと、じいさんを口説いているのだった。それをじいさんはいつもいい加減に聞き流しにしている。自分の不遇時代に、切羽詰まった挙げ句の三十両の無心を、 やすがどんなそっけなさで断ったか。じいさんはその時のことを思うと腹が煮え立つのである。当時、京橋の方で手火力空物の卸問屋をしていたやすさんは、あいにく遊んでいる金がないからと言うて、この無心を突っぱねたのだった。それが今落ちぶれて、新種をあげたじいさんへすがりついてくる。 じいさんの面白くないのも無理がない。なんぼやすが来たって、多七の話はダメだ。じいさんはそっけなく言い放った。それを聞いてかみさんは、じいさんはまあ、なんて頑固なのだろう、と思うのだが、本当はそれほどじいさんを非難する気持ちも起こらない。息子を養子にしたいさんの下心が、 みさんにもうすうすわかっていて、これを爺さん同様、疎ましく思っているからである。爺さんに子供をもらってはくれまいかという心類は、この他にもある。爺さんの兄さんにあたる、ふるさとの小学校長と、みさんのいとこの代書屋である。この校長さんの方などは、 じいさんが渡船の手代をしていた頃は、氷菓子の弟は持たれるなどと言うて、うちへも寄せつけず、その扱いようは打滑を見るがごとしであった。それがいつの間に心がほぐれたのか、季節の見舞いは欠かさぬようになり、ボンクレには心を込めたふるさとの名物が送られるのである。じいさん夫婦は、 用紙の話が出るたびに顔を見合わせて苦笑いをする。どうも素直には話に乗れぬ気がするのだ。やスさんは兄さんや代書屋を落として、あれたちは財産目当てなのだからと暗に警戒を強いるし、兄さんの方ではまたやスさんや代書屋にとかく難癖をつけたがる。それへ代書屋が 神さんをつっついて、なんとか色をつけてもらおうと焦る。爺さん夫婦にすれば、どの親類も下心があって近づいてくるように思われるので、どの親類よも安やす,やすと信用することができない。それに、爺さんには、自分の不遇時代にとった親類のいかにも冷淡な足よ用が心に応えているので、 今更大りにも、親類のためを思うなどという気持ちにはなれないのだ。それどころか、親類の者たちが詰め寄れば寄るほど、じいさんの心は金をしっかと抱いて、孤独の穴ぐらへと逃れていく。ここまで貯めるには、若い時から並大抵の苦労ではなかったと、じいさんは今更のように解雇して、 心に抱いたお宝をしんみりと愛おしむのだ。じいさんは、わたせんの店で働いていた頃は、いのさんと呼ばれて、しっかり者の主人にみっちりと仕込まれた。わたせんは、氷と抵当ながらでもうけて、一台で新賞をあげた男であった。その儲けっぷりを、世間では悪辣だなどと評するのだが、 誰一人彼の仕事に勝つ者が出てこない。どんな悪評があろうとも彼は結局、うごで随一の氷菓子渡せんであった。どうも世間の者はこのお礼を氷で食っとる言うて白眼視するがな。三井三菱とこの俺と比べてどれだけやり口が違うと言うんだ。奴らは背広を着とるが、 この俺は前掛けをかけとるというだけの違いじゃないか。渡船は店の者のいる前でよくこう言うて笑った。また、義理人情でそろばん玉は弾かれないと言うて貸金の取り立ては一歩も譲ろうとはしない。世に言う、渡船は共有のたむいであった。その度胸の良さと、 商売上のコツと節約ぶりを、イノさんはそっくりそのまま頂戴している。もっとも、その節約に身が入りすぎて、じいさんのわちとしわくなっている。三。渡船の手代をしていた頃から、イノさんは近所の者へ小金を貸し付け、そのうち持ち金が利子で太ってくると、 少しばかり商売家を出して、玄関脇へ、小口金融取り扱いますと小さい看板を出した。それまで下手物のちん仕事で暮らし向きの不妙意を補っていたかみさんも、この頃になってやっと一息ついたところであった。それだからといって手を休めて安管と遊んでいたわけではない。かえってかみさんの手は、 前よりも稼ぎ出したのである。ただそこには、金に酔われていたこれまでの苦労に代わって、今度は金を追いかける心楽しさが手伝っているので、これが神さんの気を安くしていた。いのさんには神さんのこんな稼ぎっぷりが意いいにかなっている。うまずめなのがたまに傷だが、稼ぎっぷりといい、暮らしの始末ぶりといい、 こんな女房はめったにいるものじゃあない。ことわざにも、献祭は家の鍵なりというが、どうしてうちのみさんと来ては、大切な金倉のかけがえのない錠前だわいと、稲さんにはみさんを誇りにする気持ちがある。これが神さんにもうっすらわかっていて、ご亭主の信用を地に落とすまいとする気から、 余計に賃仕事の稼ぎ高を上げようと努める風が見える。まとまった金を持って上京してからは、伊のさんもまた、渡船のように抵当流れで儲け始めた。抵当のは土地押しとして、その鑑定の駆け引きは渡船の手を用いる。あそこが悪い、ここが気に入らぬと文句をつけて、 先方が評価をぐっと引き下げても、なお意にかなうまでぐずぐずと苦情を言う。この土地の官邸にイノさんはよく出張した。北海道や九州あたりへも行くことがある。最初から物にならぬと決めてかかっている帝も物でも、官邸だけはぜひ引き受けるという風である。これにはイノさん独特の手があるからだ。 二頭の汽車を三頭に、それに滞在費を加えると相当の旅費が手に入る。先方へ着くと、何分不安内な,な土地でしてなぁと、向かいの人に案内をさせ、あわよくばその案内人のうちへ泊まり込んだりして、宿賃を浮かせる算段をする。汽車旅をする人たちは、どういうものか気が大まかになって、 新聞や雑誌の類を読み捨てにしていくことがある。イノさんはこれをもったいながって、足元に転がっているサイダーや正サムの空き瓶と一緒に新玄袋へ押し込んで、土産に持って帰るのを習わしとしている。普段もこんな調子で、つまようじ一本無駄にはしない。使い古してささくれたのは削って、 またともえりの縫い目へ刺しておく。一枚の紙も使いようだというて、字を書いて鼻をかんで、それを火鉢で乾かしてから、不条へ用いる。こんなしきたりが、オイルに連れてこうじてくる。そして、人はよく、じいさんのうちに女中のいるのを、キの目で見るのである。種の来たのは、 みさんが床の上の暮らしを始めるようになってからであった。おととしの秋口のことである。長い間の栄養不足と過労がたたって、みさんの排出が今では随分と悪い方である。医者は病人を起こしてくれるなという。まかないの方を見てくれる者がいないので不自由をする。 カツラアから女中を雇ったのでは高くつくと思ったじいさんはつてを頼って孤児院から種を連れてきた。花のうちはそれでもわずかばかりの給金をやっていたがそのうち種の方でこれを辞退するようになった。生まれつき足の悪い種はこれを引け目に思う気持ちがあって存分に立ち働きのできぬ身を 主人夫婦にすまないと思うている。この気心が、じいさんには飲み込めている。そして、急ぎの用事などで、種が不自由な足を引きずり出すと、そうそう、お前は足が悪かったっけな。どれ、俺が一っぱしで行ってこよう。と言うて、用事を自分で足してしまうことがたびたびである。種はこう言われることで、 自分の引け目さを一層強く感じる。このすまなさを何かで償いたいとの心がけから、かみさんのしごとを手伝ったり、内職の袋張りなどで得た稼ぎ高を自分の食いぶちのたし前にしてくれるようにと、じいさんの手へそっくり渡しているのだった。時折、竹ばさみを持ち出したじいさんに、 ゴミ箱の中をかき回されて、大根のしっぽだの、出し昆布の出しらをつまみ上げられては、もったいないことをしくさる。煮つけておけば立派なおさえになるぜ。などと小言を言われるくらいが辛いだけで、常は孤児院の世話になっていた頃に比べれば、種がためには、お大臣のお姫様の気楽さにも思われる。 こんな幸せな気持ちでいられるのも、元を正せば、みさんのいたわりに酔うところが多かった。みさんとすれば、種が自分を、海の母親とでも思い込んでいるのか、骨身を惜しまず、下の方のそやまでしてくれる、その心根がいじらしい上に、長い間、お初のことやら病気やらで思いやつれた孤独の身が、 今では種をただ一人の頼りに生きながらえているようなものである。これが種にもうっすらわかってくる。不幸せな神さんに寄り添う心が強まってきて、一層めに使える。十四の年まで孤児院にいて、水汲みや拭き掃除を一人で受け持っていた種にとっては、病人の世話ぐらい安いのである。 床の上に座ったみさんは、種に髪をとかしてもらいながら、ああ、私にもこんな女の子があったらなあと思うことがよくある。それがついため息になって出ると、みさんは照れ隠しのつもりか、種が優しくしてくれるので、私はまるで自分の娘のような気がするよ、などと言うたりする。 くしを持った種はそれを聞きながら何やらゾクッとするほど嬉しくて一層務めようとする気持ちから神さんの髪が引っ張られて釣り目になるのも構わず足を踏ん張ってはせっせと溶かしてやるのだった母を知らぬ種が神さんを慕い神さんが種を頼りにする気持ちが次第に結ばれていっていつとはなしに それが親子のような間柄になっている。じいさんに隠れてうまいものを食べることもある。家計を少しばかりごまかして、かみさんが種へ染めがすりを凍うてやることもある。種が内職の稼ぎ高をいくらか別にしておいて、それでこっそりかみさんの好きな豆餅をおごることもある。 こんな各仕事が度重なるにつれて、みさんと種の中は一層親密に結ばれていく。夜分は爺さんが留守がちなので、みさんも種も陳仕事の針を動かしていることが多い。みさんがこんな風に話し出す。どうもね、山吹町の人たちは、そこに何か企みがあって、 こちらの機嫌を取りに来るようで、私は嫌なんだよ。種はどう思うかえさようでございますね。あちらの旦那様もお坊ちゃんも、金壺こで、キョロキョロご覧になる様子ったら、本当に物欲しそうですよ。金壺このお人は、欲張りの小悪ですってね。院長さんがそうおっしゃってでした。 古人にも官房っていう金つぼまなこの子がいましてね。そりゃあ欲張りだった。どんなに私、午前を盗まれたか知れないもの。午前を盗むのかえはあ、一人ずつお茶碗へもらってきて、それをテーブルの上へ置いて、今度お汁をもらいに行って帰ってくると、もう官房が食べてしまってないんです。 金つぼまなくのこのって本当に昭和るですね。でも、こちらの旦那様がお身内なんですもの、ご養子におもらいになるのでしょうそれがね、うちは口ばかりで山吹町はごめんだって言うてなさるけど、腹ではもう決めていなさるかもしれないんだよ。山吹町のおもらうくらいなら、 種を養女にしたいのだがねえ。こう言うて、みさんは思案にくれる。種を養女にしたいなどと口では言うても、みさんの心はこのことにてんでむ頓着である。みさんが思い悩んでいるのは、ヤスさんの次男坊か、いとこのせがれかである。種に言われてみれば、 どうも金ぼマナコの多七をもらう気もしないので、やはり思いは大衆へのせがれの方へ走るのである。早く養子を決めておかないことには、自分の死んだ後へお初にでも乗り込まれて、このうちを我が物顔にされたのでは魔尺に合わない。神さんの死案はこれにかかっている。そうとも知らない種は、 みさんの口を信じ込んでいる。そのうち旦那から改めてこの話が切り出されるだろう。種は待つ気持ちでいる。幼女になればやがてこのうちのものを受け継ぐことになる。こんな思惑が日ごとに募ってくるにつれて、種はこのうちの娘になった気持ちになってくる。そして、 まぶちのうちのお宝へ執着する心から、だんだんじいさんに習ってしわくなり、内職の稼ぎ高を一銭でも余計にあげようと励んだ。かみさんからおハの話をめったに聞くことのない種は、何かの休養で袋町へじいさんを呼びにやらされるときは、変におハへこだわって、かみさんへ気金をすることがある。 使いから戻っても、みさんは何にも聞かない。いつもの穏やかな顔で休んでいることもあれば、床へ座って針を動かしていることもある。ただそんな時のみさんは、妙に気力の抜けた鈍った表情をしていて、種が何か話しかけても、ほっくうそうにうなずくくらいである。種の前でも、 お初へは触れることの少ないかみさんは、じいさんの前では余計に口をつぐもうとするところが見える。時たまじいさんが何かのはずみでお初の名を口に出すことがあっても、かみさんは素直な顔で頷いているだけだ。これまで散々お初のことで思い悩んできたかみさんにとっては、お初は、もう今では諦めの淵の、 遠い石ころになっている。春の終わりに近いある日暮れ時にこんなことがあった。晩ご飯を済ませたじいさんはもう袋町へ出かけている。薄日の残っている縁の障子に向かって床の上の神さんは針を動かしている。後片付けの済んだ種が そのそばに小さい茶ぶ台を据えて、竹べらでせっせと内職の缶袋を貼っている。ふと、みさんが針の手を止めて、じっと何かを見入っているような気配を感じて、種は目を上げた。障子の裏側を一匹の毛虫が生い登っていく。みさんの目はそれに吸い寄せられている。 小指ほどの大きさの黒い体をうねうねさせて、見ている間に二つの山を登った。黒い片いが障子に触れて、カサカサというようなかすかな音を立てる。神さんは瞳を凝らして見ている。毛虫が四つ目の山を越えた時、神さんは障子へ手を伸ばした。毛虫は一うね登った。 みさんは持っていた針を突き刺した。毛虫は激しくうねった。うねりながら針に刺された体が反り返った。緑色の汁が障子を伝って糸のように垂れた。みさんの目は毛虫を離れないでいる。やがてうねりが止んで、 針に刺されたままの黒い体が高く頭をもたげて反り返った。四秋風が肌にしみるようになってきた。袋町のおはつの家へ、まぶちのじいさんはここ数日姿を見せない。神さんがよほど悪いのだろうと、 親子の者のは話し合っている。早くまあ、仏様のお仲間入りをしてくれればいいにと、おっかさんはこっそりと独り言を言うて、仏壇へお灯みをあげるときも、神さんがもう仏様にでもなったつもりで、お念仏を唱えている。お初は、神さんが悪いと聞いてからは、妙に気が落ち着かない。 その寿命を縮めているのが自分のような気がしてならないのだ。後で報いが来なければいいがと今からおじけている。神さんの片付くのを待つ気持ちのおっかさんは、親子の者がまぶちのうちへ乗り込むその日を嬉しそうに話しているけれど、これがお初には一向に面白くない。あんなじいさんは、 旦那だから我慢をしているものの、ご亭主にしたいなどとは爪の垢ほども思っちゃいない。お初は、じいさんのみさんになった自分を考えるだけでも、惨めな気がする。ただ、おっかさんのいかにも嬉しそうな落ち着きのない様子を見ていると、お初は、自分も嬉しそうにしていなければすまないと思うて、笑顔になる。 二三日前のことである。神唯の帰り、今日は虎の日なのを思い出して、微写物へお参りに回ったおはつが戻ってくると、妙に浮かない顔で何か死案ごとに心を奪われているという様子である。店で荒い子のおろし屋と話し込んでいたおっかさんが声をかけても、聞こえないような風で、はしご段を登っていく。 どうしたのさ後からおっかさんが暗示顔で二階を覗き込むと、窓枠へ寄りかかってぼんやりと金魚の鉢を眺めていたお初は,は気がついたように笑って。何でもないのよおっかさん。さっきね、坂で昔のお友達に会ったの。嬉しかったわ。と何気ないように言った。 なんだ、そんなことかいとでも言うような顔で、おっかさんは店が気になるのか、さっさと降りていった。母への気兼ねから、おはつは剥き出しには話をしなかったが、実は、さっき会った友達に、妙に心を惹かれていたのである。お参りを済ませて美写門を出てきたところを、あら、おはっちゃんじゃないの、と、 声をかけられた。小学校の時仲良しだった遠藤こと子だとすぐに気がついた。小石川の水道端に書体を持ってからまだ間がなく、今日は買い物でこちらへ出てきたのだという。紅屋の2階へ上がって汁粉を食べながら、昔話が一区切りつくと、こと子は幸せな身の上話を始めた。 婿さんの新吉さんは、五つ違いの今年二十八で、申し分のない四孔な銀行員。毎日の帰宅がハンでをしたように、五時きっかりなの。一人では喫茶店へもよう入れないような内気なたちなので、まして悪遊びをされる気苦労もなし、どこへ行くのにも、さあ、ことちゃん。何をするのにも、さあ、ことちゃんで。 あたしがいないではからきしい育児がないの。まるであんた、赤ん坊よ。と、いかにも楽しそうな話しぶりである。それに引き入れられて、おはつがことこの新書体を、あ、はあもこうもと想像していると、おはっちゃんはどうなのと聞かれた。ええ、あたし、というたなり、うまく返事が出てこない。 それなりうつむいて黙り込んでいると、おはつの頭から履き物まですばしこく目を通していたことこは、ふっと気がついたように時計を見て、もうそろそろたくの戻る時間ですから、と別れを告げた。ベニヤの前に立って、ことこの後ろ姿を見送っていたおはつは、何やら暗い寂しい気持ちになって、 今にも泣きたいようである。幸せなこと子に比べて我が身のやるせなさが思われる。どんな気苦労をしてもいいから自分もまたことこのように似合いの男と楽しい所帯を持ってみたいものだとつくづく思った。物心のつく頃から母の手を離れて 花川戸の親類の家で育ったお初は,つは近所の人の世話で新橋の相模屋という肉屋の女中になったのが十六の年であった。お初がまだ赤ん坊の頃おとっつぁんは流行り病で亡くなったと母には聞かされていたが親類の者たちの話しようっているのを聞けば朝鮮あたりへ出稼ぎに行っている様子であった。 どちらにしても、お初には、大して父親への執着がなく、まあ、生きていてくれたらいつかは会えるだろう、と思うくらいである。お初の働いていた相模屋は、前々から借材がかさんでいて、その債権者の一人が、まぶちいのすけであった。当時52歳のいのさんは、 貸金の取り立てで相模屋へ足を運ぶうち、お初を見かけて、そのぼってりとした、どことなく愛嬌のある顔つきが可愛くなってきた。そこで何かのはずみに主人へこのことを話してみると、大層乗り気になって、一つ面倒を見てやってくださらんかという。主人の腹では、このお初の取引の成功が、 マブチとの対尺関係の上に何分のご利益をもたらすものとほくそえんでいる。この腹をとっくに見透かしたマブチの方では、義理人情でそろばん玉は弾かれぬと鼻から決めてかかっているので、顔でニヤニヤしていてもリシの胸残用は忘れないでいる。主人からこの話を大村のおっかさんへ橋渡しをすると、 願ったり叶ったりの幸せだというので、おっかさんが何べんか相模屋へ出かけてきては、まぶちと会見する。そのうち、かぐら坂浦へ、そのころ流行りの麻雀屋を持たせてもらって、大村を辞めたおっかさんが、お初と暮らすようになった。おっかさんの金ねの念願は、お初に金持ちの旦那を取らせて、 小料理屋か待合でも出してもらって、一つ人を使う身分になって暗記に暮らしてみたいというのだったが、まぶちは一向にこちらの気持ちを汲まず、水商売はとかく金が流されやすいからというて、麻雀も下火にならぬうちに良い値で店を譲り、今の小間物店を出してくれたのだった。おっかさんにはこれが不服でならないけれど、 面と向かって文句を言うわけにもいかない。証拠となしに、陰でお初へ、じいさんの悪口を聞かせるのが、せめてもの払いせであった。金魚の鉢を眺めているお初の目には、知らず知らずに涙の湧いてくることがある。狭い鉢の中を窮屈そうに泳いでいる金魚が、 何やら自分のように思えてくるのだ。秋風が立ち染める頃、尾びれの長い方が死んでから、残った一匹もめっきり元気がなくなって、この説ではガラスに丸い口をつけたままじっとしていることが多い。広い世間を肩せ狭く窮屈に渡らなければならない自分が、 お初は惨めでならない。まぶちのかみさんが亡くなって、その後へ自分が治ったとしても、世間の人たちは、けの成り上がりとしか思わないだろう。じいさんのかみさんになっても、そんな思いをするくらいなのだから、まして今の暮らしが、肩身の狭いのも無理がない。お初は、どっちへ向いても、窮屈な自分を考える。 どうせこの世を狭く窮屈に渡らなければならないのなら、のんきな今のめか陰暮らしの方が気が安いと思ったりした。今日は魚達へ頼んで様子を聞かせてみようと親子の者が話しているところへ。ごめんよ、と叩きを入ってくるじいさんの下駄の音である。先になってとっとと2階へ上がって、 どうもね、うちの神さんもいよいよダメだよ。夕うべっからもうろくすっぽ口もきけない始末だ。と、腕組みをしたまま暗い顔で考え込んでいる。お初が何か通っても、うんとか嫌とかうなずくだけで、そんなちょっとのまも心は神さんへ奪われているという様子である。 一つ元気つけてくださいましよ。おっかさんがお調子を持って上がってきた。そうだなあと、じいさんは苦笑いをしてチョコを受けている。そこへ、店で誰かが呼んでいるようなので、おっかさんが降りて行ってみると、種が息を切らしながら立っていて、旦那様にすぐお帰りなさるよう言ってください。 つっかかるような調子でいった。五。まぶちのかみさんが亡くなってから、ふたなのかが過ぎている。このごろじいさんは、ふくろ町へも行かないで、終日うちにこもって、おいはいのおもりをしていることが多い。花の水をかえたり、 先行の耐えないように気を配ったり、神さんの好物だった豆餅を自分から買うてきて、おい灰へ備えたりする。夜分もおい灰が寂しかろうと、その前へ種と並んで休んでいる。神さんが亡くなる前まで着ていたトンボガスリの床たびらが壁のところの絵門だけにかけてある。 じいさんの休んでいるところから、それがまっすぐに眺められる。じいさんには、そこにかみさんがつつましやかに立っていて、何やら話しかけているような気がしてくる。かみさんの声は、低く静かで、何か意味の取れぬ愚痴のようなことを言うている。じいさんはそれを聞きながら、ああ、いいよ、いいよと、 胸の内で慰めている。お前さんもなあ、不憫な人だったさ。新しい生き物一枚着るじゃあなしよ。じいさんはこう話しかけて、ほろりとする。欲しいと言うていたもんつきばおりも、とうとうこうてやらなかった。タンスの底にしまい込んであった二子の合わせも、 七流れを格安に手に入れたもので、三十何年の間連れ添うて、神さんにおごってやっためぼしいものといえば、まあ、この合わせぐらいのもの。これに比べてお初は,は、欲しいというものは何でも身につけている。じいさんは、亡くなった神さんが不憫でしようがない。それに引き換え、贅沢三枚のお初が、 妙にいまいましかった。じいさんが袋町へぶさたがちになっているのは、何もおつが急にいまいましくなって、これにこだわっているというのではなく、亡くなった神さんへの一種の限界な心からである。じいさんがためには、若い時から苦労を共にしてきた神さんへの感謝に似た気持ちが、 死中ぬくもっていて、これが死なれた後には余計に思われるのである。それで、神さんへ義理を立てるような気持ちから、四十九日が済むまでは、袋町へ足を向けない覚悟でいる。おいはいのある部屋で、夜分など、じいさんが書き物をしているそばで、お針を動かしながら、 種は独り言のように、神さんの思い出話を始めることがある。お神さんはまあ、どうしたことか、山吹町の旦那様やお坊ちゃんのことをよくは言いなさいませんでしたが、俗に言う虫が好かないというのでございましょうね。山吹町の旦那様のお帰りになった後で、よくお熱をお出しになりましてね。 じいさんは筆を動かしながら聞いている。その静かなものの言いぶりが、どこやらかみさんに似ているように思うている。かみさんは生前、山吹町の人たちをとやかく言うたことがなかったが、それも自分への気兼ねからで、種へは腹の内を隠さず話していたものと見える。 やすが帰った後で熱を出したというほどなのだから、よほど毛嫌いしていたのだろう。それほどかみさんが嫌がるうちから、何も用紙を取ろうというのではないし、じいさんは筆を動かしながら、一人でこう独身している。その実、かみさんが亡くなってからこの方、しげしげと訪ねてくるやすさんの根気に任されて、 じいさんは、どうせ養子をもらうなら、安のところからでもいいというような気になっていた。それが、種に言われてみると、どうもこの気持ちがはぐらかされてしまうのである。亡くなった人の言葉というのに、何やら、おかすべからざる値打ちがあるように思われて、これに毛をされる気持ちがある。種はまた、 こんなことも言う。おかみさんはよく頭が痛いと言ってお休みになったときに、寝言のようなことをおっしゃってでしたが、それがまあ、袋町のことばかりで、辛い辛いと言いなさっては、夢の中で涙をぽろぽろこぼしていなさいました。聞いているじいさんは、かみさんのその辛さがくまれて、なんとも言いようもなく、 胸ががふさがってくる。苦労をさせてかわいそうなことをしたと思う気持ちの裏でそれが何かお初のせいのように思われてくるこれまでは影のようにひっそりとしていた種の存在がかみさんが亡くなってからというもの急にまぶちの家では目立ってきた客の応対からまかないの世は、 時にはじいさんのそろばんの手伝いまでするというふうである。かみさんからみっちりおはりを仕込まれているので、今では一人前の仕事ができる。裏のごけさんからかみさん同様、ちん仕事を分けてもらっては、ひまわるごとに精を出している。糸くず一本無駄にはせぬその始末ぶりが、大うじいさんの気に入っている。 みさんが生前目をかけていたのももっともなことだと思う。爺さんには種がだんだん意にかなってくる。四十九日が明けると爺さんは袋町へ行った。二三日遠のいているともう魚うつの若い者がことづてを頼まれてくる。そのうちおっかさんが何やかやと用事にかこつけては、 まぶちのうちを訪ねてくる。じいさんはないない、これを心よしとしていない。どうもおっかさんのやってくるのは、魂胆があってのことで、それが今度は見えすぎているようである。じいさんが一晩泊まりの出張で留守をしているときなど、主人顔で上がり込んで、金庫をいじくったり、タンスの中を覗き込んだりして。へえ、 おかたみが来ないと思ったら、空っぽなんだもんね。と、下唇を突き出して、嫌みな笑いようをしたという。じいさんは種からそれを聞いて、腹を立てた。とりあえず、客間の金庫の前へ種を連れて行って、おっかさんが触ったという錠前のところを、メガネをかけて調べてみたが、なんともなかった。もっとも、 種の告げ口というのが、幾分事実に絹を着せる傾きがあって、今度もおっかさんは物珍しさから、ただ手のひらで金庫のすべっこい肌を撫でてみただけなのである。おはつはおっかさんに口やかましく言われるのがうるささに、今ではどうせのことに、一日も早くまぶちのかみさんになってしまいたい気持ちに駆られている。 これをじいさんに切り出すきっかけを待っているのだが、なかなかその折りがない。相変わらずじいさんは夕飯を済ませてから出かけてきて、11時が打つと帰って行ってしまう。じいさんがいつまでものんべんだらりとしていて、話を運ぼうとはしないので、おはつは下で気をもんでいるおっかさんの姿にせかれるような気がしてイライラしてくる。 そのくせ、じいさんの顔を見ていると、妙に言い出せない。こんな日が繰り返されて、おっかさんの機嫌が悪くなる。なんて口べ手な娘だろう。と、愛想をつかして、そのうち、じいさんがどっかから、神さんに向きなのを探してくるこったろうよ。などと、嫌みを言うのである。そんなにおじいちゃんのことが気になるなら、 おっかさんがおかみさんになればいいじゃないの。こう言って、おはつは耳根を真っ赤にして、たもとを絞りながら二階へ駆け上がっていく。まあ、なんてこと言うの、この子は。おっかさんは、銅子の周りを拭きやめて、呆れたようにはしご段を見上げている。やがてうつむいて、銅子のあたりをゆるゆると吹いていたが、 人差し指に巻きつけていた、あさぎのゃぶきんを猫板の上へ置いて、襦袢の袖口を引き出して、静かに目を拭いた。お初一人を楽しみに、これまで苦労をしのんできたおっかさんには、これからのいい目が当然のことのように思われているのに、お初は一向にこの心をくまず、おっかさんの幸せなぞど,どうでもいいと思うている。 女親の手一つで育て上げられたその恩を、あの娘はまるで、古本由かなんぞのように捨てている。おっかさんには、お初の今の言い草が恨めしくてならない。赤い目を上げてはしご段を眺めては、また袖口を当てて泣いている。亡くなった神さんの百花日が来た。 朝、じいさんは袋町へ寄って、墓参りにお初をも連れ出した。ふるさとにある本家の墓の世話になるのを嫌って、じいさんは今度、雑司ヶ谷へ新しく墓を建てたのだ。雪模様の寒風が方に太陽である。新寒とした墓ち道を二人は黙って歩いている。 じいさんは時折咳をする。マスクを口の方へ下ろして鼻をかむ。ラッコの襟を立てて、白旅の足を小刻みにせかせかと歩いている。お初は,は藤紫のショールの端で軽く鼻のあたりを覆って、小菊の束を抱えてじいさんについていく。枯れ枝に止まっていた一羽のスズメが、 白い粉を垂れながら、高く右手の外ばの上へ飛んだ。墓の前へ出た。じいさんは二重回しと帽子をお髪へ持たせておいて、紋付きの羽織を背中の方まではしょって墓の前へしゃがんだ。この前備えておいたお花がしもがれして、 花池のたてずつにいてついてしまってなかなか取れない。ようやくのことでじいさんはお初はの持ってきた小菊を生け終わると、マスクを鼻の方へあげてお念仏を唱えながら長い間手を合わせている。じいさんが拝んでいる間、お初は,はさっきのすずめがどうなったかしらと首をかしげて外葉の方を見ている。 風に胸毛を白く割られたスズメは、外場のてっぺんに止まって、きょとんとしている。お参りが済んで、墓地の小道を引き返しながら、お初が、ねえ、父さんと話しかけた。なんだいと、マスクの顔が振り返った。お初は,は何やらためらっていたが、い,いえ、 何でもないの。今日はとてもお寒いのね。と言った。そうだなあ、どこかで熱いものでも食べていこう。あら、ごちそうしてくださるのそんならね、川鉄の鶏鍋がいいわ。マスクの顔が振り返った。バカが、今日でやっと百花日だというに、なんで俺がとりよく。 こう怒鳴っておいて、じいさんはとっとと歩いていった。じいさんが怒鳴ったのには、自分の精進が忘れられているということよりも、お初の贅沢心に急に腹が立ったからである。だから、あんな女はうちへは入れられないというのだ。じいさんの城旅はせかせかと歩いていく。 亡くなった神さんのことが思い出される。種がとしまれる。ふとじいさんは、種を養女にしたらどんなものだろうと思いついて、こりゃあ存外、馬鹿にならない話だわい。と、独り言を言うた。